こんにちは。総研大の郡真由子です。今日は The Latest Theoretic Essence of Property-Directed Reachability Analysis というタイトルで、えー、発表させていただきます。このトークは今年の CAB で発表したもので、えー、本研究は浦部さん、勝又先生、末永先生、麻生先生との共同研究になります。では始めます。 私たちの研究で対象としたのは PDR という既存のモデルチェッキングのアルゴリズムでパフォーマンスが良いことで知られているものですが実装は比較的複雑で何が起こっているかわかりづらいという問題がありましたそこで私たちは PDR の数学的な背景は何かを研究しその答えとして非常に基本的な不動点定理である タスター・タルスキー・セオレムとクリーネ・セオレムの賢い組み合わせであるという結果となりました。では、このことについて話していきます。まず、この研究で対象にしているプロパティ・ディレクティッド・リーチ r ビリティ略して PDR というアルゴリズムについて説明します。PDR はモデルチェッキングのアルゴリズムで、 トランジションシステムの安全性問題を証明または反証を並行して行っていくものになっています。PDR はハードウェアペリフィケーションなどでパフォーマンスが良いことで知られていて、D3 の一部であるスペーサーなどで使われています。ま、PDR の重要な点として、さまざまな バリアントががあることが挙げられます一つ目の IC3PDR が、えー、オリジナルのもので、これはクリップキストラクチャー向けのモデルチェッキングとなっています。クリップキストラクチャー向けのモデルチェッキングとして、えー、このオリジナルのものの他に、えー、探索の方向を変えたリバース PDR や FEPDR なども提案されています。 また、えー、クリップキストラクチャーだけでなく、えー、確率的なシステムに対しても、えー、PRIC3 という、えー、PDR のバリアントが提案されています。このように様々なバリアントがありますが、えー、これらの、えー、理論的な統合の研究というのはなかったため、えー、これらはそれぞれ、えー 一つずつ、えー、研究して提案されてきました。そのため、えー、私たちは、えー、PDR の数学的な抽象化というものを行いました。元の IC3PDR をラティスセオリーを用いて抽象化して、LTPDR という、えー、私たちのアルゴリズムを提案しました。LTPDR はこのような コンプリートラティスの中で最小不動点がある与えられたラティスの弦以下かどうかというのをチェックするアルゴリズムになっています。この F、α、L などを定義することでさまざまなインスタンスを与えることができます。このインスタンスはクリップキストラクチャー向けだけでなく マルコフティッションプロセスやマルコフリーワードモデルなど、えー、定量的なシステムに対してもインスタンスを与えることができます。まあ、LTPDR はラティスセオリーを用いて、えー、抽象化されたものなので、この抽象化の過程で、えー、この PDR は、えー、クナスター・タルスキーとクリーネ・セオレムのうい組み合わせであるというエッセンスも。 LTPDR から見ることができます。本日のアウトラインです。まず L T、LTPDR とその PDR のエッセンスについてお話しして、その後 LTPDR のさまざまなインスタンスについて紹介していきます。このインスタンスの 言論的なクラシフィケーションについてお話しして、その後、実装についてとその実験についてお話ししていきます。では、まず LTPDR の紹介をしていきます。LTPDR は、この最小不動点を上から押さえる問題を LTPDR はこの問題を証明しようとするポジティブサイドと反証しようとするネガティブサイドとそれらの組み合わせの3つの部分から成り立っていますポジティブサイドはこの、えー、有名な不点定理であるクノスタタルスキーセオレムから来ていて こちらがその定理の、えー、検証でよく使われる形になっていて、その、えー、シーケンシャルなものを考えたものがこちらになります。ポジティブサイドはこのシーケンシャルなものを探すことで問題を証明していきます。同じように、ネガティブサイドも、えー、同点定理のクリーネセオレム。 から来ていて、こちらが検証でよく使われる、えー、クリーネセオレムの別の形で、その、えー、シーケンシャルなものを考えることで、ネガティブサイドは問題を反証していきます。えー、このようにポジティブサイドでもネガティブサイドでも、えー、シーケンシャルな、えー、列の形をとったものを考えることで、えー、お互いの 中間の状態が、えー、互いに、えー、情報を与え合い、えー、ポジティブサイドとネガティブサイドが助け合うという形をとっています。では、えー、それぞれのポジティブサイド、ネガティブサイドとそのコンビネーションの3つのパートに分けて、えー、お話ししていきます。 まず、えー、ポジティブ LTPDR です。ポジティブ LTPDR は、えー、問題を証明しようとする、えー、パートで、この、えーまあ、有名な不動点定理の、えー、クナスタ・タルスキーセオレムから来ています。えー、この定理は問題が正しいことと、このような、えー、条件を満たす、えーまあ、インバリアント そのため、えー、ポジティブ LTPDR は問題を証明するためにこのインバリアントを探すことになりますこのインバリアントの探し方ですが、えー、ナイーブなものは、えー、このようになっていてインバリアントはすべて えー、f の愛情ボトム以上であるという性質が成り立つので、えー、このようにボトムから f をアプライしていったチェインを作って、これらの中にインバリアントがあるかどうか言い換えると、このチェインがどこかで、えー、止まっているかどうかをチェックします。えー、ですが、この方法では、えー 多くの場合、このチェインが止まらないため、インバリアントを見つけるのが難しくなっています。そのため、ポジティブ LTPDR では、このチェインをあらかじめ大きく取っておいて、その中からインバリアントを探していくことで、インバリアントの探索を加速していきます。 ポジティブ LTPDR では、えー、このようにチェーンを、えー、あらかじめ膨らませて取って、必要であれば、えー、小さく取るという形を取ります。次にネガティブ LTPDR です。ネガティブ LTPDR は、えー、この問題を反証する側で、えー、クリーネセオリムから来ています。 クリーネーセオレムは問題が正しくないことと、このような N と C が存在することが特化になっています。この C は、えー、判例となっていて、この条件が C がリーチャブルで、かつ安政府というものになっています。このリーチャブルかつ安政府な、えー、判例を見つけるために、 ネガティブ LTPDR が取る手順がこちらです。まず、自由にアンセーフな CN を取って CN から左に列を伸ばしてその列はこのような条件を満たすように取ります。そうすると CN がリーチャブルであることを バックトラッキングによって、えー、示すことができます。C0 がボトムのときは、えー、この条件によって CN がリーチャブルであることが示せるので、CN はリーチャブルかつアンセーフであることが確かめられ、えー、ネガティブ LTPDR が判例を見つけることができます。 では、えー、ポジティブとネガティブな LTPDR について見てきましたが、それらのコンビネーションについて見ていきます。えー、LTPDR は、えーとおりえー、ポジティブサイドとネガティブサイドのコンビネーションでできていて、えー、さらに、このポジティブサイドとネガティブサイドがお互いに助け合う形になっています。 このようにポジティブサイドの途中の状態とネガティブサイドの途中の状態がそれぞれ互いに対して有用な情報を出し合うことで助け合っています。ポジティブサイドからネガティブサイドには、ネガティブサイドがこれ以上左に列を伸ばしてもリーチャブルであることが示せない。 ということをポジティブサイドが教えてくれて、ネガティブサイドからポジティブサイドには、大きくしすぎている X をどうやって小さくするかのヒントを与えてくれます。このようにして LTPDR では、ポジティブサイドとネガティブサイドが互いに情報を渡し合う形になっています。 えー、もう少し、えー、詳しく見ていきます。ポジティブサイドでは、えー、このボトムから F をどんどんアプライして、えー、作ったチェインの、えー、を膨,、ま、膨らませた、この X というチェーンを使って証明していきます。えー、ポジティブサイドでは、このチェインの中で、えー、まとまっているところがあったら、えー 証明ができたという結果を返しますネガティブサイドではまずアンセーフなものを取ってそれがリーチャブルなのかどうかをえ左に列を伸ばしてバックトラックでえ証明を試みます。 一番左までたどり着いたとき、えー、リーチャブルであることが証明できるので、えー、この今回の問題は、えー、反証されます、えー。このポジティブサイドとネアティブサイドの組み合わせとして、えー、使われている工夫がこちらです。えー、まず CI、この、えー ネガティブサイドの C たちは、えー、リーチャブルであることを示したいものなので、えー、取るとき、いつも XI 以下で取ります、えー。こうやって F の愛情ボトムを、えー、大きく取ってあるものが XI なので、XI 以下で取って、バックトラッキングで、えー、CI がリーチャブルであることを示していきます。 また、この条件が成り立つとき、xi-1 は fi-1 乗ボトム以上なので、この条件も成り立ちます。このことから ci がリーチャブルでないことがわかるので、これ以上左に c を伸ばしても反証はできないことがわかるので ci を捨てます。 このようにして、ポジティブサイドの x が、ネガティブサイドに対して情報を与えてくれます。また、こうして ci を捨てるときに、同時に x をこの条件を使って小さくします。この情報によって x をどう小さくするかがわかるので、ネガティブサイド。 がポジティブサイドを助けていいるということができますこのようにして、えー、LTPDR はクナスター・タスキー・セオレムから来ているポジティブサイドとクリーネ・セオレムから来ているネガティブサイドの助け合いでできていることがわ、えー、かります。 では次に LTPDR のインスタンスについてお話ししていきます。LTPDR はこのようなラティスの中で最小不動点がアルファ以下かどうかというものをチェックするアルゴリズムになっています。この問題は 安全性問題の一般化になっていて、なので、クリプティストラクチャー向けだったり、マルコフティッションプロセス向けだったりの安全性問題をインスタンスとして与えることができます。クリプティストラクチャー向けだけであっても、探索方向が異なるものだったり、 異なるシステムに対してインスタンスを与えたりすることができます。例えば、異なる探索方向に対するインスタンスがこちらです。クリプキストラクチャーのえーこちらがえステートの集合で、イニシャルステートとえー繊維関数が えられたえー、このようなクリプテストラクチャーを考えたときに、えー、安全性問題が、えー、探索方向がフォワードなものとバックワードなものを得ることができます。フォワードなものはこのようになっていて、左側が、えー、イニシャルステートから、えー、到達可能なステートたちの集合を表していて、それらが、えー、いつも 安全なところにあるかどうかをチェックする問題になっています。この問題を解く LTPDR は元の PDR と対応しています。また、バックワードなものはこのようになっていて、こちらでは左側がバッドなステートに到達しうるステートの集合を表していて、 なので、この問題は、イニシャルステートが、バットなステートに到達しないことをチェックするものになっています。この問題を解く LTPDR は、既存のリバース PDR というものに対応しています。また、異なるシステムに対してものインスタンスも紹介していきます。例えば、 マルコフディッションプロセス向けの LTP であるのインスタンスは L を S201、F をベルマンオペレーターで定義することで得ることができます。このインスタンスは PRIC3 と似たものになっています。また同じようにしてマルコフリワードモデル向けにも L と F をこのように定義することでインスタンスを得ることができます。で私の知る限り MRM 向けの PDR は提案されていないので、このインスタンス,インス,タンスは新しい PDR ということができます。 では、えー、これら様々あるインスタンスを、堅路を用いて、えー、クラシフィケーションしていきます。PDR が解く問題は、ラティスの中で最小不動点が α 以下かどうかをチェックするものですが、えー、それと元の安全性問題の間には、えー、大きなギャップがあるので、 それを埋めるために、えー、このようなフレームワークを考えました。えー、まず、システムの表現としては、コア,アルジェブラ、S2GS を用いて、安全性問題を記述するために、えー、その、えー、この繊維関数に沿った、えー、プレディケートの関数も欲しかったので、そのためにファイブレーションを使いました。 この E は、えー、下の集合の上の、えー、プレディケートを集めた剣になっています。このファイブレーションとコアルジェブラを用いて、えー、S 上のプレディケートの剣を L と取って、えー、このプレディケートリフティングとプルバックを使って、えー f を定義していきます。この先ほどのフレームワークを使うと、このような問題を得ることができます。この問題は最大不動点を使っていますが、否定があったり、随伴があったりすると、 えー、この最大不動点の問題を、等価な最小不動点の問題に言い換えることができます。えー、この否定があるときに得られる問題を,を、トック PDR を、私たちはインバースとバックワード PDR と呼んでいて、えー、既存のリバース PDR や PRIC3 などが、えー、ここに分類されます。 炊飯があるときに得られるこの問題を僕 PDR を、私たちはフォワード PDR と呼んでいて、既存の IC3PDR などがこちらに分類されます。このようにして既存の PDR たちを分類しました。こちらがその例になっています。 クリップキストラクチャー向けにはこのようなファイブレーションとコアルジェブラを使うことでフレームワークを使うことができてクリップキストラクチャーでは否定も随伴もあるためバックワードなものもフォワードなものもインスタンスを得ることができます それに対して、えー、マルコフティッションプロセスでは、えー、このようなファイブレーションとコアルジェブラを使って、えー、このフレームワークを使うことができますが、えー、今回は、えー、否定はあるので、バックワードなインスタンスを得ることができますが、随伴がないので、フォワードなものは、えー、存在しません、えー。この随伴がないことは、えー、ミートが保たれないことをチェックすると、 証明できますここまで、えー、理論についてお話ししてきましたが、えー、ここからは実装について話していきたいと思います。えー、これは最初に、えー、お見せしたスライドで、えー、ここまでオリジナルの PDR を l a t ス i c e ー e o r を使って、 抽象化して、そこからインスタンスを与えたという図になっています。この図は、えー、そのラティスセオリーを使った、えー、数学的な抽象化のお話ですが、これと同様にして、えー、プログラミングの実装についても同じ図を得ることができます。えー、型クラスを用いて、 えー、LTPDR のジェネリックな実装を与えました。えー、この実装は LTPDR の、えー、数学的記述の疑似コードと、えー、ほとんど同じものに同じようにして実装できています。えー、この実装を用いると、えー、元の PDR の実装は900行ほどと なっていますが、この実装では本体が50行ほどと、それぞれのインスタンスでは100行ずつほどの比較的小さいエフォートで実装することができます。では、この実装を用いてした実験についてお話ししていきます。 クリックキストラクチャーと MDP の私たちのインスタンスと既存のアルゴリズムの IC3REF と PRIC3 を比較しました、えー。全体の結果としては、私たちのインスタンスは比較的小さい、少ない f o トで実装したにもかかわらず、パフォーマンスはそこまでは悪くないという。 結果になりました、えー、まず IC3REF との比較です。えー、これが私たちのインスタンスで IC3REF が既存のものです。えー、結果としては IC3REF が私たちのインスタンスよりも早い結果となっています。 えー、i c 3レフは900行ほどと PDR-FKR はあ、まあ、合わせて、えー、200行弱と、裂、えーまあ、いている、えー、フォートが、まあ、違うため、えー、i c 3レフがが早くなったのもうなずけます。改善点としては、えー、i c 3レフで使われていたような ジェネラリゼーションのテクニックを使うことや、また実装のしや,すかしやすさから私たちのインスタンスでアトイソルバーを使っていたので、他のソルバーを使ってみることも考えられます。次に PRIC3 との比較です。こちらが私たちのインスタンスで PRIC3 が既存のもの。 PRIC3 は4つの、えー、ジェネラリゼーションを用いています。ここでは、えー、明らかな比較はできませんが、えー、比較的小さいベンチマークにおいては、えー、私たちのインスタンスが、えー、早いことが多かったです。えー、改善としては、えーまあ、大きいベンチマークにも対応できるように、 MDP をシンボリックに表現することや、えー、他のジェネラリゼーションの方法を、えー、使うことが考えられます。えー、まとめです。えー、このように、えー、パフォーマンスで知られている、えー、PDR ですが、えー、その数学的背景が明らかにされていなかったため、えー 私たちは、ラティスセオリーを用いて、PDR の抽象化をした LTPDR というものを提案しました。LTPDR からは、その PDR のエッセンスを見ることができ、これは、えー、比較的有名な、基本的な不動点定理であるクナスタ・タルスキー・セオリムとクリーネ・セオリムの賢い組み合わせであるというものでした。また、LTPDR は、 その抽象化の力によって、えー、定性的だったり定量的なシステムに対して、さまざまなインスタンスを与えることができました。また、えー、私たちはハスケルで LTPDR のジェネリックな実装を与え、えー、それを用いるとあ、少ないエフォートで、えー インスタンスを実装することができ、まあえー、それがリーズナブルな、えー、パフォーマンスを出すことを確認しました。えー、フューチャーワークとしては、えー、アブストラクトインタープリテーションとの関係を、えー、見ることや、ハイブリッドシステムなど、えー、他のシステムについても、えー、インスタンスが得られるかどうかを見ていきたいと思っています。以上です。ありがとうございいましたはい それでは、えっ、ー、とコメン、質問、コメントに移らせていただきます。何か、えっ、ー、と、質問、ズームから質問があれば、挙手。会場から質問があれば、会場で、できます。 あ、じゃあ、私からですけど、えっと、最後の実験のところで、えっ、ー、と、何でしたっけ、あの、比較されてたアアイシ IC、なんでしたっけ、IR3F、はい、はい。あちら側のジェネラリデーションを使うとインプルーメントできるっていうのは、はい、そちらにもジェネラリデーションがあるっていうことなんですかえっと、いえ、今の、 えと私たちのインスタンスのクリップキーストラクチャー向けには入っていなくて、えー、となので入れる必要があるという話ですね。あの2個目の実験のプロバイビリスティックな方では両方とも入ってます。他に質問はあと、えっ、ー、と、じゃあ私からの。の あ発表の中で、えーあ、これ今回タイトル、ラティス・セオレティックになってますけど、えー、っとボトムしか出てこなかったのは逆方向も一応ある、そちらは論文に書かれているというふうに考えればいいですか。えっ、ー、と、ラティスのオーダーを逆に取ってあげれば扱えるという認識です。あ<ー>えっと、はい。 はい。えっ、ー、と、他には何もありますでしょうか。あの、コメントが、あ、えっ、ー、と、千葉工大の安部さんからコメント、あ、えっ、ー、と、質問がありまして、初期値 X0 あまりに大きく取っちゃうと、ネガティブパートにシュリンクしてもらったとしても、インバリアントにならないので、ボトムだけでなく、そこそこの大きさのものから始めるもとだと思いますけど、何から始めると良いといったことはありますかという質問があります。 えと初期値についてはいつもボトムから、ボトムと F ボトムの長さ2の列から始めて、えー、と列の長さを伸ばす、えー、ときに、トップで伸ばして、小さくして、トップで伸ばして、小さくしてっていうふうに繰り返していくとうまくいきます。なんかかか答えになっているかわかりません。はい マークがつきましたので、おそらく。あ,ありがとうございます。はいはい、じゃあ、えー、ちょっと時間もしてますので、これで、えー、っと締めたいと思います。えー、っと発表いただいた池口さん、氷さん、また質問、質疑に参加されていた方に拍手で終わりたいと思います。ありがとうございました。はいえー、っと本セッションは以上です。何かアナウンスが